にちは。今回はなんだこれ、ターン王子のドキドキチェンジ。ハッピーターンでしょ。ハッピーターンです。略してハピタ。なくしてガチャガチャ。ハピタン。ビーグルスマンスターはハピタンが出てくる。出てくる。まあ、出てくるんか。だから押さない方がいいよ。亀田製菓です。はい。これチーズ味かけるチェンジパウダーでチレンチチチチはい、チラミス味に大変身って書いてあります。チラミス味に変身です。これ蓋の上にねこのパウダーついてますね。これね作り方はね、ここの蓋の点線のところまで開いて、その隙間からそうそうチェンジパウダーをどっぷりとかけるんで。はい、じゃあまず1個味わってどう味が変わるかどうか試しめないと。そうだね。じゃあ3つに割ろうか。1個を3つに割って試してみようか。はい。でこれ蓋に蓋を点線のとこまで開けて、でその中にこのチェンジパウダー入れてから、はい、上向きに3回、下向きに3回、振るそうです。じゃあさ、1、2、3、1、2、3、うん、やっていきましょう。あ、そうしよう。うん、さっきさくらが言った通り1個だけ3つに割って、最初どんな味かっていうのを食べてみようと思います。うん、はい、開けていきます。おいしょ。はい、3つに割るのね。3つに割るのね。1人は食べようとする。ちっちゃ。ダメ。ちっちゃく割る。はい、なんだろうな。なんかチーズだね。チーズなのか。あ、チーズって書いてあるよこれ。うん、チーズなのかな。うん、じゃあパパチーズ感がないかな。ちょっとちーちゃんどいてください。うん、パパやるんで。では入れてください。このね、ドキドキチェンジパウダーってのを、ね、直入します。直入、やっぱとりあえずね、投入します。はい、はい、あ、ちょっとちーちゃん、ちょっと見えない。あ、ほんとや、ターン王子、ターン王子、ちょっと悲惨なことになった。事故があった、はい、では突撃します。では入れてこう。うん、突撃パウダー、突撃突撃。なんかココアパウダーみたいな色がするよ。とココアパウダーみたいな色だね。だからってこぼさないでよ、この前みたいに。パウダーなかったらやばいことになっちゃうから。3回だって。ちーちゃんが縦向きでこれ3回、さくらが下向きで3回。分かった。ちゃんと押さえてよ、2人ともここで押さえてよ。じゃあ振ってください。3、はい、はい、振りすぎー。パウダーが出ちゃった。嘘。振りすぎ、振りすぎ。あ、パウダーやばいことになっちゃった。一個食べてみましょう。こんなんです。はい、お、色全然ちゃうね。失敗。香りは普通だね。おいしい。全然ティラミスの味なんかね。全然そうね。味が酔っ払いそうな味なんだけど、まあ、でもさっぱりしたからちょっとティラミスっぽいかな。ティラミスなのかなこれ。さくらが振りすぎたせいで割れてないよね。大丈夫だと思う。なんだろう、割れてる。うわっ、パウダーいっぱいついてる。なんとも言えない味になった。だんだん食べていくとだんだんティラミスの味がつくよ。あ、でもティラミスの後味が後からふわっと来てる気がします。気がします。なんかね、なんかね、これなんだろうな、後からふわっとクリームみたいな感じの甘い感じのふわっとした感じで、なんか薄い、なんかなんだろう、ティラミスに近いような近くないような、なんかすごい微妙な味です。うん、もう少し濃いかと思ったね。もうちょっと頑張ってもよかったんじゃないかな。で、まあ、点数つけるとしたら60点ぐらいかな。まあ、ふんわり味がきてたのは確かにあったから60点ぐらいです。ということで今回は、ターン王子のドキドキチェンジハッピーターンを買って食べてみました。まさ、はい、味はねティラミス味に大変身するっていうパウダー付きです。だけど全然せんかった。全然せんかった。全然せんかった。古いからもそれね。せんかった。はい、人参キュー。人参せんかった。人参せんかった。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。また見てね。チャンネル登録よろしく。高評価ね。よろしく。高評価ね。
パパパパまた消える、また消えちゃう、また消えちゃう、乗るのどっち、どっちよくわかんないよ、わー乗ってた。めっちゃパウダーこぼれてる、ね、潰れる。パウダーって言うけどこれこうやって見ると普通にあれだね、砂糖だね、砂糖だね、パウダーって砂糖だね。どうですよ、一緒見えるでしょ。バイバイ。